ける？でも湯崎くん、あそこは偏差値70オーバーの名門よ。ええ、でも僕ならいけると思うんです。この仕上がりである。確かに湯崎くんの成績なら国立の名門でも A 判定でしょうけど、でも滑り止めはどうするの？お金の無駄だって私立の推薦も蹴って。先生、滑り止めなど必要ありません。え？なぜなら僕は滑らないから。僕の名前は湯崎ナサ、ナサより早く高速になる男です。